んこんにちは、大阪です。今日はジャカルタのオペランドホテルに来ました。イエーイ。ホテルレビューしていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。今日は梅田さんの働いてるホテルになります。はい、ここはですね、チェックイン。よいしょ。ようこそ梅田さん、あの制服じゃないんですね。制服じゃないです、ね、偉い人はやっぱり制服着ないパターンですか。ですはい VIP です、ね、VIP や VIP 様用のあ、はい、おはようございます。おー、すごい、すごいじゃないですか、このでかい机。机でかいの好きなんですよね。おドラえもんいますよ。どうしちゃったんですか、これ。今回です。あ、これは通常仕様なんですか。特別仕様。特別仕様で、はい。地域によって時間違いますよね。そうですね。はい。あ、そうです。ハロー。じゃーん。はい。インドネシアに来た。どうも。ハロー。アンディ。アンディさん。こんにちは。こちらのお部屋の名前は何ていうお部屋なんですか。こちらはグランドデラックスと言います。グランドデラックス、はい、おー、すごいおしゃれじゃないですか。はい、コーナーのルームで通常のデラックスよりも広めになっています。グランドデラックスですかね、はい。ポットとマンカップと、あ、アクアですね、はい、あ、アクアがあるのが嬉しいですね、はい。これだとね、あのホテルの外に持ち出しても違和感なく普通に持っていけるん で、嬉しいですね、はい。ベッドサイドダブルのサイズですね。はい、ではクイーンですね。クイーンサイズになります。
クイーンサイズのベッドなんですね。このライフとかね、和モダンっていうか、はい、おしゃれな感じになってますね。まあ、少し少しね、日本のテイストを、はいはい、入れられてるって感じですね。すごいな。こちらベッドサイドにもちゃんと電源があります。あ、僕が好きなあの大きめな作業デスクですね、はい、おー嬉しい、これは嬉しい、すごいな、めちゃくちゃ広いじゃないですかこれ。おー、だって壁一面ですもんね、はい、すごいな、ちゃんと電源も取れてすごいな。まあ、私のお客様、はい、日本企業のお客様を担当しているんですけど、はい、まあ、日本人のお客様に関しては、はい、通常のデラックスルーム、はい、ご予約いただいて、はい、でお部屋に当日お部屋に空きがあれば、はい、無条件でこちらの大きなお部屋をご用意させていただきますので。そうですね、はい、嬉しいですね、はい、じゃあ梅田さんに連絡した方がいいですね。そうですね、もしジャカルタに来られることがあるんであれば、はい、私宛てにメールなんなりしていただければ、はい、特別に対応させていただきますので、はい、冷蔵庫、冷蔵庫、はい、お冷蔵庫何も入ってないタイプの、はい、とセーフティーボックス、セーフティーボックスですね、はい、はい、冷蔵庫はね何も入ってない方がね買ってきたものが入れれるので、はい、はい、でこちらがクローゼット、はい、おー大きめですね、はい、畳2畳半ぐらいありますかね。すごい大きい。あ、ちゃんとスリッパも用意されています。はい、こちらの方入っていきます。はい、トイレも清潔感があっていいですね。シャワーは2種類ですね。はい、レインシャワータイプとハンドシャワーですね、はい、あ、これちゃんと壁側に温水と冷水って表示されてる、これは便利ですね。あとお湯も、はい、ね、よく聞くのがまだぬるいとか、はい、時間かかるとか言うんですけど、はい、まあ当ホテルのシャワーに関しては、はい、熱湯が出ますので、はいはい、ああいいっすね、はい、生ぬるいねシャワーのね、はい、部屋の時ありますからね、はい、あとちょっとアミニティもおしゃれな感じで、オリジナルですね。あ、こちらは、ね、はい、アメニティはボディーソープとあとボディーローションがねついてますね、はい、シャンプー、コンディショナーと、はい、オリジナルのアメニティが用意されています。こちらにドライヤーも備え付けであります。この床がいいですね。床、床フローリングで、はいはい、インドネシアでいうフローリングタイプの床珍しいですからね、はい、すごい、マットレスですよね、予防しますもんね、インドネシア人の方、はい、はい、2つ目のお部屋入っていきます。こちらは何ていう名前のお部屋なんですか。こちらはエグゼクティブですね、はい、エグゼクティブですからね、先ほどと比べてソファーがね、はい、用意されてて、テーブルも広めですね、はい、はい、先ほどと同じで作業机が大きいのが嬉しいですね、はい、おお、大きい、壁一面ですからね、はい、すごい、はい、こちらも収納も大きいですね、はい、こちらのお部屋はバスタブがあるタイプなんですね、はい、ハンドシャワーとバスタブがあります。バスタブ大好きなね日本人の方多いですからね、はい、こちらの部屋を指定される私のお客様も多いですね、はい、特に長期の方、はい、2泊以上、まあ、3日以上の方ですと、やはり日本人の方ですとバスタブがある方がいいということで、はい、ここは何ていうところなんですか。こちらはビジネスセンターですね。お、ビジネスセンター、はい、ちょっと行ってみましょうか。おお、すごい、外を見ながら仕事ができるって感じですね、僕が好きなテーブル広いタイプで、これが本当嬉しいんだよな。
まあ、混んでたらね、あれですけれども。ここであのね、パソコンはい、やっていただいたり、さっきやっていただいたり、うん。電源が足元にあるんで、電源を心配することもなくて、最高ですね。なんか貸し出してもらえるものってあるんですか？そうですね、延長コードとか、はい、あとスライド、データ等も。じゃあなんかここで会議もできるじゃないですか。はい、会議もできる。すごいな。おお、なんかすごい部屋があるじゃないですか。はい、こちらの本日あの結婚式、ウェディングパーティーのご予約が入ってまして、すごい、まあ、このようなレイアウトで、あ、日本のホテルみたいじゃないですか。はい、こういう感じ の、 あの結婚式場っていうかレンタルスペースって言えばいいんですかね。そうですね。まあよくありますね、こういったのご予約っていうのは、はい、すごいな。先ほどのレンタルスペースの横の共用部分、はい、共有部分もなんかこんな感じでパーティースペースに利用できるんですね。そうですね、あのお食事がこういうバフェスタイルになるので、はいはい、まあ、中でも食事はできるんですけど、はいはい、こういったテーブルを使っていただいて、こちらでもすごいですね。よくあの私のお客様でしたら、あの日本人学校の方々が使っていただいて、はい、卒業パーティーとか、はい、あの新学期のパーティーとか、はい、あと謝恩会的な利用ができるんですね。はい、あと同窓会、あの企業様の同窓会とか。あ、はいはいはい。お、ここはもう完全会議室みたいな感じじゃないですか。プロジェクターを置いて、スライスクリーンを置いて、はいはい、すごい、すごいな、国際会議みたいな感じですね。はい、ちょっと言い過ぎました。でも以前あのアジア大会、はいはい、開催した際に、はい、その日本からの、はい、あの関係者の方のことが使われて、はい、24時間ですよ、24時間体制で。はい、こういう音響機材も揃ってるんですね。こちらもこのパックに入ってますね。あ、レンタルパックに。レンタルパックに。はい、マイクロフォンも。すべて入ってます。はい、すごい広いですね、ここ。はい、あとはあのこの丸テーブルなんですけど、はいはい、これもっと貸すことができまして、以前こちらのフロア全部貸し切りで、はい、400名以上、はいはい、来ていただいたことがありますね。やっぱあれですね、キャパも大きいから使いやすいですね。はい、で、あの細かくも混じ切れると、はい、こちらの方も私に直接ベランダホテルの梅田までご連絡いただければ、はいはい、スペシャル価格にて特別、大阪さんの視聴者の方には特別なプランをご用意します。おー、嬉しいですね。まあ、大阪さんとか私宛に、はい、あのメールいていただければ。はいはいはい、はい、回ってまいりました。いや、ベランダホテル、なんかやっぱり日系っていうこともあって、はい、使い勝手がいい感じですね。そうですね、はい、細かいところまでは、はいはい、対応してもらえるし、はい、すごいなんか梅田さんがいるから安心感もありますね。そうですね、私のお客様は皆さんも日本人の方がいらっしゃるので、うん、はい、安心して、うん、何かクレームがあったら、はい、問題があったら私がすぐ対応します、はい、おお、頼もしい、はい、それはあの営業の部下にしてます。はい、はい、わかりました。はい、はい、本日は以上となります。これからも今日はジャカルタからの情報、はい、特別発信していきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。